ミサ曲編補聴調作品5は、エイミー・ビーチが作曲したミサ曲。アメリカ合衆国の女性が作曲した初めてのミサ曲であり、作曲者にとって最初の成功作となった。ビーチが本作の作曲に取り掛かったのは1886年、19歳の時であった。曲は1889年に完成を見たが、彼女は初演までの間に手直しを続けている。 初演はフリッツ・クニーゼルの指揮するヘンデル・ハイドン・ソサエティによって1892年2月7日にボストンで行われた。同団体は1883年にルイジ・ケルビーニの総合ミサ曲に担当、1887年にはヨハン・ゼバスティアン・バッハのミサ曲の担当からの抜粋を演奏していた。バッハとケルビーニのミサ曲には全体的な構造、 一部のフレーズに類似点がある。ビーチのミサ曲が再び演奏されたのは1980年代になってからであった。本作は5つの部分から構成される。キリエ4曲からなる。クローリア4曲からなる。クレド、サンクトゥス、アニュスデーである。曲はロマン派の様式で書かれており、火星と調整感に富んでいる。還元落法とハープ、チェロ、コーラングレ。 大ーボイのソロの対比が賞賛を受けた。ビーチがラテン語の強制の置き方に通じていなかったのは明白であり、アルティシマスなどの語で取られるべきアクセントと音楽が合致していない可能性がある。約65分。ソプラノ、アルト、テノール、バス、根性合唱オルガン、還元八1892年の初演では27紙の新聞に論評が掲載された。 そのうち18詩がボストン市内、9市が市外の新聞であった。ある批評によると、ラウダムステにおける開始のソロのトリオが音程と合奏に難ありだったという。これらは楽器による補助が不十分であったのか、単にこの時が初演であったということが理由としてあり得る。評論家の意見はこの作品により、ビーチがアメリカの作曲家の最上位に位置づけられるという点で、 大家大致していた。1989年にマイケル名祝祭合唱団によって行われた録音はフルオーケストラを用いたものではなかった。この演奏はテンポの不正確さ、編曲の不適切さ、解釈全体について批判を受けている。他のレコーディング、1995年のストー祝祭、合唱団、還元楽団による演奏には、 学術的論評は行われていない。ありがとうございます。